議員自民党長崎県連会長内閣府特命担当大臣町人仕事創生担当大臣防衛副大臣長崎県議会議員佐世保市議会議員等歴任長崎県北松浦郡を自家町生まれ1970年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業大学卒業後 白浜に基地代議士の秘書となる。1982年、長崎県議会議会補欠選挙に立候補するが、落選。1983年に、佐世保市議会議員選挙に出馬し、初当選した。一期目の任期途中で市議を辞職し、1986年の第38回衆議院議員総選挙に、 旧長崎2区から保守系部所属として出馬したが、落選。1987年に長崎県議会議員選挙に出馬し、当選した。以後4回連続当選。4期目の人気途中で長崎県議を辞職し、2000年の第42回衆議院議員総選挙に長崎4区から部所属で出馬。自由民主党現職の宮島大天羅を破り、 当選した。当選後は、同様に保守系無所属として当選した、衆議院、議員9人で、院内会派、21世紀クラブを結成。2001年、自民党に復党する。第2次、小泉改造内閣では防衛庁長官政務官に任命された。2003年の第43回衆議院議員総選挙。 2005年の第44回衆議院議員総選挙で再選。2008年、福田康夫改造内閣で防衛副大臣に就任、麻生内閣まで務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙に自民党公認、公明党推薦で長崎4区でから出馬。民主党の宮島に初めて敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、 四選2010年10月、衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、自民党公認で長崎4区から出馬し、前回やぶれた民主党の宮島に比例復活を許さず、五選2014年の第47回衆議院議員総選挙では再び、 宮島を、比例復活も許さず、破り、六戦。2017年の、第48回衆議院議員総選挙では希望の、党の宮島を、比例復活も許さず、破り、七戦。2019年9月11日、第4次安倍第二次改造内閣で、内閣府特命担当大臣として初入閣。また、町、人。 仕事創生を担当する国務大臣も兼任した。2021年の第49回衆議院議員総選挙では、県連のオス、県議の瀬川光之との公認争いの余波もあり、立憲民主党の新人の末継ぐ正一に391票差まで迫られるも、8選。2019年9月14日、長崎県佐世保市で記者会見にし、 一部住民が反対している。長崎県川田町の意識ダム建設計画について、ダム建設で景観が変わるとの指摘について、原風景への思いは人それぞれに価値観の違いがある。誰もが共通に思うものだと言えるかどうかと疑問を提示、人がそれぞれの立場と生き方の中で自分自身の何かを犠牲にして生きていると思うと、持論を述べ、生活の維持のためには、 住民の犠牲はやむを得ないとの認識を示した。また、佐世保市民として活水に苦しんだ経験や、佐世保の上下水道を修理、補修する際に、代わりの水源を確保しておく必要からもダムの必要性を主張した。その後、17日の閣議後の記者会見で、閣僚としてではなく、長崎出身の政治家として、地元の問題について述べたと語った。 発言について、謝罪や撤回はしない考えを示す一方、不快な思いをさせるような表現ということであれば、今後は十分注意していきたいとも述べた。2020年2月4日、衆議院予算委員会において、市内への転入者が市外への転出者を上回っている、島根県大津市のケースを、安倍晋三内閣総理大臣が、地方創生の成功例として挙げたものの、 地方創生大臣であった北村は、転入超過は引き続き残念ながら存在しております。と答弁し、与党閣僚からも失笑を買うことになった。2020年2月6日、桜を見る会の名簿の一部を白塗りにしたことが、公文書の改ざんに当たるかどうかを問われ、刑法上の改ざんではないと一度答弁した後、 私の思いを伝えた、刑法上の改ざんではないと、内閣府から説明を受けたと回答を、二点三点させた。翌7日の記者会見では、勉強不足を認め、劣った大臣と言われずに済むよう努めると述べた。しかしどうなのかその後の衆議院予算委員会では、公文書管理に関する質問をされて答えられず、たびたび審議が中断し、野党議員が途中で退席した。 その後、与党側は内閣府の官僚を答弁に立たせ、事態の鎮静を図ったが、法律の基礎となる上、高、合をそもそも理解できておらず、委員長から失笑される場面もあった。規制改革担当大臣として、オンライン診療の活用や遠隔教育などに関するタスクフォースを規制改革推進会議のもとに設置する考えを明らかにした。 また、記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、外出を控えてねウイルスを上げないようにもらわないように、との自作の標語を披露し、国民に協力を呼びかけた。北村は、お子さんでもわかるように考えたと説明。ウイルスは、人が運ぶ。これからの2週間、みんなで自宅に留まって我慢してほしいと訴えた。2020年9月17日。 公認の坂本哲史氏に自身が在職中に47都道府県の視察を達成したことに触れ、47回って相当ほら吹いてきましたから、後の始末をよろしくお願いしますと述べた。防衛庁長官政務官就任に際して公表された画像、ありがとうございます。